氷と炎の歌氷と炎の歌の登場人物氷と炎の歌の登場人物では、ジョージ・ R ・ R ・マーティンチョのファンタジー小説シリーズである氷と炎の歌の中に現れる主要な登場人物のうち、ウェスタロスの署名家の一員ではない人物を説明する。署名家の登場人物は氷と炎の歌の署名家で説明されている。各部の各章は、 それぞれ一人の視点人物の目から三人称で描かれている。いかに署名か以外の視点人物を示す。エアレス・オークハート・オークハート家の紋章視点人物で、アルサー・アリス・オークハートは、ロバート・バラシオン王、その息子のジョフリー・バラシオン王、その弟のトメン・バラシオン王の王の盾の騎士である。後に、ミアセラ・バラシオンに同行して、ドーンに行く。 アリアン・マーテルに誘惑されて、ミアセラが玉座を主張することを指示する。王の盾は結婚できないが、ミアセラに特別に許してもらうと、アリアンは約束する。この陰謀が明るみに出た時、サー・アリスは、投稿を拒否し、プリンス・ドーランの英主長のアリをホターに殺される。オークハートは、ジョフリーの王の盾の中では、優しい方である。ジョフェリーが、 サンサ・スタークを打ち据えることを、すべての王の盾の騎士にも命じるとき、マーリン・トラント、ボロス・ブラウンとマンドン・ムーア、そしてプレストン・グリーンフィールドは、両親の活責も疑問もなく、命令を実行するが、サー・アリスは、まず命令に抗議した後で、できるだけ軽く、サンサを打つ。HBO ドラマシリーズには登場しない。 アレス・カースターク、アリス・カースタークはロブにより処刑されたスターク家の旗主リカード・カースタークの娘であり、ラニ・スター家に囚われた兄ハリオン・カースタークに次ぐカースターク家継承権を持つ。父、リカルドの死後、カースタークや上代である王子、アーノルフ・カースタークは、家の乗っ取りを図り、息子クレガンをアリスと結婚させようとする。そして自らは、 カースターク家の軍を率いて、スタニスの下に参じることで、ラニスター家にハリオンを殺させ、その後は、スタニスを裏切るつもりである。アリスはこの企みをくじくため、一人で壁に来て、ジョン・スノーの庇護を求める。ジョンはアリスを、野人の名族である全族の族長であるシゴーンと、結婚させて、アリスの後ろ盾とするとともに、野人と北部人の融和を図る。 またジョンは、アリスを追いかけて、壁に来たクレガン・をローに捕らえる。HBO ドラマシリーズでは、ミーガン・パーキンソンが演じるが、設定は大きく異なる。アレオ・ホータ視点人物であり、プリンス・ドーランの英主長である。アリオは、もともとは自由都市ノーボスの出身である。大家族の末っ子として生まれ、おのずかいのエリート声を訓練することで知られる、アゴヒゲの同志たちのある組織に売られた。 16歳で訓練を終えると、ノーボスのメラリオの家に売られた。メラリオが、プリンスドーランと結婚した時には、彼女とその夫を守るために、ドーンに旅し、それ以来ドーンに泊まる。ホターは、プリンスドーランに完全に忠実であり、アリアン・マーテルが、ミアセラ・バラシオンを7王国の城に担ごうとした。時には、アリス・オーク・ハートを殺して、アリアンの計画を阻止する。 受けた命令に疑念を感じるときには、かつて立てた単純な誓いである、お使いし、服従し、お守りしますを思い浮かべる習慣がある。HBO ドラマシリーズでは、デオビア・オパレーが演じる。アリソルソーン・アリザーソーンは、壁の黒の白の意地の悪い武術師範である。名夜の森との新兵の訓練を担当する。もともとは、ターガリエン家の支持者であったが、同家が、 エダード・スターク及びロバート・バラシオンによって滅ぼされたために、名ルのモリトと処刑のいずれかを選ばされた。ゆえに、スターク家を強く憎む。ジョン・スノーが黒の城に来た時は、あらゆる機会を捉えて、ジョンをいじめ、侮辱し、挑発する。ジョンが、野人と行動を共にしてから戻ると処刑しようとするが、失敗する。ジョンが、総帥に選ばれた後は、 ジョンを暗殺する陰謀の中心になるが、その具体的な役割は不明である。アリザーは、HBO ドラマシリーズにおいて、オーエンティールが演じる。イエズニ・イエズザンは、ユンカイの不遊な奴隷商人で、賢明なるお親方の一人である。奴隷商人から、ティリオン、ペニー、ジョラーを買い取るが、薬病に倒れ命を落とす。HBO ドラマシリーズでは、エンツォクリエンティが演じる。 イーグリッド、イグリッドは、野人の女戦士である、槍の妻であり、激しい気象と強い意志を持つ女である。野人には、誘拐婚の習慣があり、最初の出会いで、ジョン・スノーに捕らえられたため、野人たちは、イグリッドを、ジョンの妻とみなす。ジョンは、最初のうちイグリッドの誘惑を退りけるが、やがて二人は愛人になる。ジョンは、 メイヨルのモリトの誓いとイグリットへの愛の狭間で悩むが最終的に制約を選びメイヨルのモリトに戻って野人の軍の動きを知らせるジョンが逃げ出すときイグリットはジョンを殺そうとするイグリットは黒の城に対する攻撃にも加わるが心臓を矢に射抜かれジョンの腕の中で死ぬ彼女の口癖はあんた何も知らないのねジョンスノーであるイグリットは HBO ドラマシリーズにおいて、ローズレスリーが演じる、エリリオもパティス、イーリリオは自由都市ペントスの、豊かで強力な豪商、マジスターである。若い頃は、腕の立つ傭兵であったが、著しく肥満し、二差に分かれた、黄色い口ひげをしている。バリスの親友であり、協力し合って、ターガリエン家を七王国の玉座に復帰させようとしている。物語の始まる前に、 ヴィセイリス・ターガリエンと妹のデナーリスを品格として家に迎えていた。ドスラクの強力な軍を手に入れるために、デナーリスとカール・ドロゴの結婚をまとめる。ンギでは石化したドラゴンの卵を3個送る。だがドロゴとヴィセイリスの死によって計画は失敗する。デナーリスを連れ戻すため、偽名を用いたバリスタン・セルミーとストロング、ベルアスと三隻の船を クワースに送る。ティリオン・ラニスターを、ウェスタロスから、密かに運び出し、デナーリスの元に向かうエイゴン・ターガリエンとジョン・コニントン、と共に旅をさせる。HBO ドラマシリーズにおいて、ロジャー・アラムが演じる。エリン・ペイン・サー・イリン・ペインは、ロバート・バラシオン王の首切り役人として使えた、ラニスター家の旗手である。かつて、エイリス・ターガリエン二世の知性の時、タイウィン・ラニスターこそが、 真の統治者であると言った時に、王の命で舌を切り取られた。口が聞けず、アバタだらけの顔であるために罪人に恐れられ、首切り役人としての役に立っている。ペインは、極めて優秀な首切り役人であり、二の立ちをほとんど必要としない。ペインには人を殺す、以外の人生がないと、物語の中で何度か語られている。ジョフリー王が、 エダード・スタークに死刑を宣告した時に、エダード・コージンの体験、アイスによって、エダードを処刑する。体験を自分のものとするが、後には、ラニスター家のために溶かされ二振りの剣が作られる。右手を失ったジェイミー・ラニスターの旅に同行し、左手での剣の稽古の相手をする。ジェイミーがペインを相手に選んだのは、ペインが話すことも書くこともできず、 衰えた権威のことを誰にも伝えられないためである。さらにジェイミーは、過去のすべての罪、サーセイとの真の関係すらも、ペインに話すことになる。イリーン・ペインは、HBO ドラマシリーズにおいて、ウィルコ・ジョンソンが演じるベルス、クモとも呼ばれるバリスは、ウェスタロスの鉄の玉座のために働く、得体の知れない、情報機関の頭、すなわち、スパイの元締めである。 流行の服装をまとう、ハゲ頭の太った宦官であり、いつも人にこびるようなめめしい態度をとるが、貴族にも庶民にも恐れられている。変装の名人であり、人格や見かけを自由に変えることができる。赤の王女王の多くの秘密の通路に通じている。小鳥たちと呼ぶスパイはあらゆるところにいる。子供の頃は、旅回りの一座の俳優だったという。 魔法使いに虚勢されたと言い,い、故に魔法と魔法使いを憎む。ペントスで盗賊の王として知られるようになり、イリリオモパティスの友人となった。情報収集の能力によって、エイリス・ターガリエン二世の宮廷で、情報機関の頭の地位につき、商標議会の席を得た。それ以来、王国のために尽くしてきたという。シリーズを通して、七王国を弱体化させ、 ターガリエン家が侵略しやすいように仕向ける。だが、他の人々がバリスの意図に背いた行動をとり、その計画は複雑さを増す。バリスはディリオンが牢獄から脱出するのを手助けして、以来失踪する。その後、エーゴン・ターガリエンのウェスタロス侵略を揺るがしかねない、指導力を発揮したケバン・ラニスターとパイセルを殺す。バリスは、 HBO ドラマシリーズにおいて、コンリース・ヒルが演じる。バル・マンスレーダーの妻・ダラの妹。野人による壁の攻撃が失敗して、囚われとなる。野人には、王族はいないと、ジョン・スノーが説明するにもかかわらず、スタニス、バラシオンとそのケライラはバルを、野人のプリンセスと呼び、政略結婚させることも話に出る。バルは極めて魅力的であるとされる。 ジョンはバルを解放して、マンスの残軍を率いる巨人殺しのトアマンドを壁に連れてくるように送り出す。バルは短期で出発し、数週間後にトアマンドを連れて壁に戻る。HBO ドラマシリーズには登場しない。バーゴ法とバーゴ法とは、クオホール出身の傭兵であり、ユるぶとまたの名を、チミドロ劇団と呼ばれる傭兵集団の隊長である。 ヤギの角をつけた兜によって、ヤギと、あだなされ、しばしば捕虜の手や足を切り落として逃亡できないように、する。ラニスター家に味方した後、北部側に寝返り、ハレンの王妃を占領し、ジェイミー・ラニスターの右手を切り落とす。後に、ラニスター家の旗たし、グレガー・クレゲインが、ハレンの王妃を占領し、バーゴ・ホートの手足を切り落として死に至らしめる。 HBO ドラマシリーズでは登場せず、代わりに、ボルトン家の家臣ロックがその役割を果たす。ウォルダー、フレイ・フレイ家の紋章ウォルダー・フレイコーは90代で、未だに、フレイ家の課長であり、トライデント側に係る、関門教の領主であり、双子城の城主である。川の渡し場を支配するフレイ家は私賃によって、浮遊で兄弟であり、 タリー家の旗主ではあるが主君を脅かす存在である。衰えを見せてはいるが、未だに火星を実際に切り回している。虚偏心が強く、怒りっぽく、野望に満ち、信頼されていない。百人以上の子孫を設け、どの妻よりも長生きしたことで有名である。物語の当初では、八番目の妻と結婚している。家族の忠誠に非常に重きを置くが、その家族は、 彼のために無慈悲に人を欺く。ウォルダーが死ねば、フレー家の者は互いに殺し合うであろうと言われる。ウォルダー公は、タリー家の旗手でありながら、エドミュア・タリーが、ロブ・スタークのために旗主を呼び集めた時には、リバーランに参じない。双子城が、ロブの軍の戦略的幼地になった時、ウォルダーは、娘とロブ、さらには、孫とアリア・スタークの結婚をまとめることに成功する。 だがロブが、フレイ家の娘ではなくジェイン・ウェスタリングと結婚したとき、激怒して、ロブへの指示を取り下げる。その後は、タイウィン・ラニスター及びルース・ボルトンと共謀して、スターク家とダリー家を裏切る。代償として、エド・ミュアと娘のロズリンを結婚させることを装い、ロブと、その主要な、旗主を、双子城におびき寄せる。今儀の縁の間、フレイ家の者たちがロブと客を襲い、 ロブ、キャトリン・スタークと、北部軍の大部分を殺す。この裏切りは、古来からの客の権利に関わる慣習を踏みにじるもので、禁られた懇疑として知られるようになる。そしてオルダーは大手を振って、ラニスター家に忠誠を誓い、報酬として、リバーランとタリー家の領地をせしめる。だが、フレー家は裏切り行為の代償を支払うことになる。無法者や、 北部人は虐殺の復讐として次々とフレーケのものを殺し、かつての同盟者たちはフレーケを軽蔑する。ウォルダー・フレーは HBO ドラマシリーズにおいてデイビッド・ブラッドリーが演じる。アマリー・ローク・エイモリー・ローチはラニスター家の旗手である。彼は小さな目の豚のような顔を持つ太った残虐な人物として描かれている。ローチは ロバートの反乱の最後に起きた、キングズ・ランディングの略奪において3歳の、プリンセス・レイニス・ター・ガリエンを冷酷に殺した。ローチは泣き叫ぶ幼女を父であるレーガーのベッドの下から引きずり出して刺し殺した。ゴーの戦いで、ローチは、リバーランドを略奪する、襲撃隊の隊長となる。ローチの襲撃隊は、たまたま、アリア・スタークが、密かに混じっていた。 ヨーレンの、名ルの森との新兵までも攻撃し、ヨーレンを殺す。ルース・ボルトンが、ハレンの王妃を取った時に、ローチは捕らえられ、ルース・ボルトンとその部下の娯楽のために、熊に餌として与えられる。アリアも現場にいて、ローチの死を目撃し、ローチを殺した熊は、大きくて真っ黒だ、ヨーレンみたいだと思う。HBO ドラマシリーズでは、フィンタン、マッキーヨンが演じるが、 クマではなくジャクエンフイコールガーによって殺される。エディシント・トロット・エディソン・トレッドは、ドロラス・ウェッドとも呼ばれ、トレッド家出身の従者で、名ルの森との雑誌となる。最初の人々の拳での、亡者との戦いを生き残り、仲間と共に、クラスターの砦にたどり着く。その後は、総帥の雑誌となる。HBO ドラマシリーズでは、ベン・クロプトンが演じる。 アラリア・サンド・オベリン・マーテルの愛人。ドーン出身のお年子。ス砂蛇の内年少の4人の母である。オベリンと共にキングズ・ランディングに同行し、目の前でグレガー・クレゲインに殺されるところを見る。HBO ドラマシリーズでは、インディラ・バルマが演じる。オシャオシャは、異形から逃れて、壁の南側に来た、野人の女である。スターク家の家来に見つかり、ウィンターフェルに連れて来られる。 下女として雇われ、一定の自由が与えられる。ブラン・スタークと親しくなり、しばしば助言をする。シオングレイ・ジョイがウィンターフェルを占領した時、忠誠を誓って欺いて、ブランと弟の離婚の脱出を助ける。その後離婚と共に身を隠して、北部を旅するが、後に、食人族の住むというスカゴス島にいることがわかる。オシャは、HBO ドラマシリーズで、 ナタリア・テナが演じる。カル・ドローゴ・カール・ドロゴは、自由都市の先の草原に住む、優れた馬の乗り手で略奪者である、部族国家ドスラクのカール、すなわち族長である。熟練した戦士であり、未だ戦いでは負けたことがない。ビセリ・スターガリエムは、豪商・マジスター・イリリオと共謀して、ウェスタロスの侵略に味方させるために、デナーリ・スターガリエムを、ドロゴと結婚させる。 ドロゴはデナーリスを気に入り妻とする。戦士たちには恐ろしい族長として接するものの、ドロゴは親切で思いやりのある夫であることがわかる。妊娠したデナーリスの命を狙う試みが失敗した後、ドロゴはターガリエン家と息子のために七王国を取り戻そうと、ウェスタロスを侵略することを誓う。だが、ビセイリスは無礼のあまり、ドロゴに殺されることになる。 泥ゴは、妻のために約束を守ろうとし、平坦準備のために、村や他のドスラクの一族を襲撃するが、敵の族長に傷を負わされる。傷は可能して、泥ゴは落馬し、戦士のほとんどは去る。デナーリスは彼を回復させる呪文のために、知らずに胎児を犠牲にしてしまうが、泥ゴは意識のないままとなる。デナーリスは、憐れみから泥棒を、窒息死させ、 その仮想の焚き木の炎が、ついにドラゴンの卵を孵化させることになる。デナーリスは、お気に入りの強く黒いドラゴンを、泥ゴにちなんでドロゴンと名付ける。泥ごは、HBO ドラマシリーズにおいて、ジェイソン・モモアが演じる。ロード・オブ・ボーンズ鎧骨コ子コは、ガラガラカタビラとも呼ばれる、マンスレーダー配下の野人の頭領である。骨でできた鎧を着る。メリサンドルの魔法により、 マンスに見せかけられて処刑される。HBO ドラマシリーズでは、エドワード・ドグリアーニ及びロス・オヘネシーが演じる。カイバーンかつて生きている人間に非倫理的な実験を行ったことで鎖を剥奪された元メイスターである。かつて妖術を行ったとも噂される。傭兵集団である、遊武党の一員として、物語に登場する。優れた治療の技で、 ジェイミーの腕の傷のエソが広がるのを抑える。夕武闘を去り、キングズランディングの宮廷に出資し、そこで、サーセイ・ラニスターを説得して、品種のグレガー・クレゲインに実験を行う。その知識を利用して、囚人を拷問し、サーセイに気に入られる。バリスの失踪の後、サーセイは、ついに彼を重宝機関の頭の後釜に据える。 無敵の剣士サー・ロバート・ストロングを創造し、王の盾の一員とする。HBO ドラマシリーズでは、アントン・レッサーが演じる。クラスター、壁の向こう側に住む野人で、クラスターの砦と呼ばれる大きな住居に住む。多くの妻を抱え、その間に生まれた娘も、また妻とする。男の子が生まれた場合は森に捨てる。名夜の森ととは、友好関係にあり、 ジオモーモントの率いる偵察隊は、クラスターの砦で休息し、食料を分けてもらう。偵察隊が、最初の人々の拳での戦いで大敗した後、不満分子はクラスターが十分に食料を分けないと、憤き通り、反乱を起こして、クラスターとジオウを殺す。HBO ドラマシリーズでは、ロバート・パフが演じる。グレーワーム、グレーワーム、灰色のウジは、 デナーリス・ターガリエンに仕える虚勢された不評の、汚れなき軍団の司令官である。デナーリスが、アスタポア、アスタポールで、汚れなき軍団を手に入れる以前は、核兵士は固定した名前を持たなかったが、グレイワームは自らこの名前を選ぶ。デナーリスは、汚れなき軍団に、自分たちの司令官を選ばせ、グレイワームが選出される。 テナーリスの信頼する側近となり、ミーリーンの侵略に参加する。HBO ドラマシリーズにおいては、ジェイコブ・アンダーソンが演じる。グレートジャン、ジョン・アンバー・スターク家の旗手であり、最後のロバタ城の城主、アンバー家の当主であり、その巨大な体育ゆえに、グレート・ジョンと呼ばれることが多い。ロブ・スタークがハタール人を呼び集めた時に、家来たちをウィンターフェルに連れてくる。 最初は若い公の権威に挑戦するが、ロブの王狼グレーウィンドに二本の指を噛み切られた、あとは、ロブの最も熱烈な支持者となる。ロブの軍の先陣を南に引いて、囁きの森の合戦と、八重市の合戦に参加する。リバーランが解放された後、ロブを、北の王であると宣言する最初の貴族となる。禁られたコンを生き延び、双子城で、 フレイケの捕虜になっていると信じられている。グレート・ジョンは、HBO ドラマシリーズにおいて、クライブ・マントルが演じる。グレガー・クリゲーン・サー・グレガー・クレゲーンはクレゲーン家の、課長で、サンダー・クレゲーンの兄であり、ラニスター家の旗手である。グレガーは8フィートの身長、30ストーンもの体重であり、体のほとんどが筋肉で驚くべき力を発揮する。馬を山あるいは単に山と、 あだ名されているその板金鎧はあまりに分厚く重いため、他人にはそれを着て戦うどころか動くことすらできない。その体の大きさと強さのゆえに、極めて強力な選手であり、残酷性と銃性は恐怖の的である。弟サンダーが7歳の時、12歳のグレガーのおもちゃを取ったため、グレガーは、サンダーの顔を火鉢に押し付け、火傷を負わせた。噂によれば、 グレガーは父親、妹、そして最初の二人の妻を殺し、その城は不気味なところで、召使いは説明のつかない失踪をし、番犬さえも広間に入るのを恐れるという。グレガーは数えられないほどの強姦と殺人を行うが、最も悪名高いのは、ロバートの反乱において、ラニスター家が、キングズランディングを略奪した時の行為である。 グレガーは幼児であったエゴン・ターガリエンの頭を壁に叩きつけて殺し、ドーンのプリンセスエリアを暴行して殺した。息子の血と脳症がついた手でその母を犯し、殺したのである。ゴの戦いの間、タイウィン・ラニスターにリバーランドに送り込まれ、襲撃隊を率いる。グレガーの一隊は、焼き打ち、暴行、拷問、無実の村の皆殺しを行う。 ベリック・ドンダリオンがグレガーを捕らえるために送り込まれるが待ち伏せされて殺される。一時期は正体を知らずにアリア・スタークを捕虜にしていたためアリアの賞はグレガーの残虐行為の直接の報告ともなる。ティリオン・ラニスターがジョフリー・バラシオン殺害の苦難の潔白を証明するために血統裁判を要求した時ティリオンを告発した殺傷大合サーセイは グレガーアを自身の擁護者に指名する。オベリン・マーテルは姉エリアを殺された復讐の機会とみてティリオンの擁護者となる。決闘でオベリンは毒を塗った槍でグレガーを刺すことに成功する。グレガーはエリアを殺したことを認めるがオベリンの頭蓋骨を潰して殺し決闘裁判に勝つ。だが毒によってグレガーは長く苦痛に満ちた死を迎える。 死の淵で意識を失い、グレガーは、クワイバーンの医学実験のために、地下牢に運ばれ、それ以来その姿は見られていない。グレガーの頭蓋骨は、エリア、エイゴン、そしてオベリンの死の償いとして、マーテル家に与えられる。グレガーは、HBO ドラマシリーズのシーズン1では、コナン・スティーブンスが、シーズン2では、イアン・ホワイトが、シーズン4以降では、 ハフソーユリウス・ビョルンソンが演じる。サムウェル・ターリー・サムウェル・ターリーは、視点人物であり、カカン野のタイレル家の旗手である、ホーンヒルの領主ランディル・ターリー公の長男である。臆病で、太っていて、自信不足であるが、知的で資料深い。父はサムに失望し、四次の座を奪って、壁に追放し、弟を後継ぎとする。名誉のモリの、 誓願の兄弟に加わった当初は、神兵仲間にいじめられ、その臆病さを剣術師南のサー・リーザー・ソーンに、あざけられる。ジョン・スノーと友達になって、庇護を受け、いじめから守ってもらう。誓いを立てた後は、イスター・エーモンの雑誌となりカラスの世話をする。イスター・エーモンの代わりに、総帥のジオーモーモントと一緒に、壁の向こう側に行く偵察隊に加わる。 ジョンは、メイヨルのモリトのマントに包まれたつブ笛と黒曜石を、サムに渡す。クラスターの取り出で、反乱が起きた時、クラスターの娘の尻とその赤子を連れて逃げ出す。異形が黒曜石に弱いことを発見して殺し、その後は、異形退治のサムと呼ばれることになる。メイヨルのモリトの総帥の選挙で、他の候補者を操って、ジョンを支持するように仕向ける。 ジョンの命令によって、サムは治癒者で助言者である、メイスターとなる訓練を受けるため、メイスターエーモンとジリと共にオールドタウンの知識の城に旅をする。公開中に、メイヨルの森との誓願の兄弟の誓いに反して、ジリと関係を持ち始め、地獄の念に駆られる。ジリとその息子を、ホーンヒルの父の本拠に連れて行って安全な暮らしをさせようと考える。 亡くなった、メイスター、エーモンの命により、メイスターを、デナーリス・ターガリエンのもとに送ってもらおうと努める。サムの話を聞いて、魔術師と呼ばれている、アーチメイスターのマーウィンが、デナーリスを探すために旅立つ。サムは、知識の城に泊まって、訓練を受け、その後、壁に戻るつもりである。HBO ドラマシリーズにおいて、ジョン・ブラッドリーがサムを演じるサラドール・サーン。 自由とシライスの海賊で、バリリアンの船長であり、艦隊を率いて、スタニス、バラシオンの軍に雇われて参加する。ブラックウォーターの戦いでその艦隊はほぼ無傷のまま、残るが、約束された支払いが実行されないことに不満を抱き、スタニスの元を去る。ダボスシーワースとは、彼が密輸業者だった頃からの友人である。HBO ドラマシリーズでは、 ルシアン・ムサマティが演じる、ゾロゾンダ・キソス・クワースの合ッツ諸島の出身。クワースの代表として、デナーリス・ターガリエンを訪ねて、最初にドラゴンを見た三人のうちの一人。デナーリスを、自らの邸宅に招待し、純粋人たちの支持を得ることに助力する。クワースの習慣では結婚した男女は、相手の財産の一つをもらい受けることができるため、 デナーリスのドラゴン目当てに結婚を申し込むが、拒絶される。デナーリスがクロマ同士の家を焼き払った後には、クワースを出て行くよう求める。デナーリスがミーリーンを収めようと苦闘している時、ザロは彼女を訪れ、奴隷商人湾を去って、ウェスタロスに向かうなら13隻の船を提供すると、申し出る。彼女のせいで、奴隷貿易が不振となり、 クワースを含む多くのエッソスの都市が苦しんでいたためである。だがデナーリスは拒絶し、ザロはミーリーンを立ち去り、クワースはデナーリスに宣戦布告する。HBO ドラマシリーズでは、ノンソーアノジーが演じる。サンダークリゲーンサンダークレゲインはグレガークレゲインの弟でありラニスター家の家臣である。彼は疑いようもなく忠実であり、主人の命令によって、 簡単に人を殺すために、ハウンドと、あだなされ、シリーズを通して、歯を剥き出す。犬の頭の形をした、独特の兜をつける。ウェスタロスでも最も危険で熟練した選手であると、考えられている。子供の頃、兄に頭を火鉢に押し付けられて、顔に醜い火傷を負ったため、サンダーは兄を憎み、火を恐れるようになった。兄が騎士となり、 さらに銃声を増したため、サンダーは騎士を憎み、騎士道を偽善であるとみなすようになった。決して騎士にはならないと誓い、サーと呼ばれた時には呼び直させる。怒りと憎しみによって苦しめられ、兄を殺すことだけを望む男として描かれている。サンダーは、ジョフリー・バラシオンの護衛となり、常に、犬と呼ばれる。彼は、ロラス・タイレル・をグレガーのフンから救った後、王の手の、 馬上試合で優勝する。賞金を飲み尽くした後、彼は、サンサスタークに惹かれるが、サンサの洗練されたマナーをあざける。騎士となることを拒否するにもかかわらず、サンダーは、王の盾の騎士に任命され、しばしばサンサを見張ることになる。ジョフリーには忠実であるが、ジョフリーの命じる暴力からしばしばサンサを守る。実際、キングズランディングにいた6人の騎士のうちで、 サンサを撃たなかったのはサンダーだけである。キングズランディングの戦いでナパームのような物質である炎素が使われ火を恐れる彼は戦いから逃亡する。逃亡の前に彼はサンサを探し出し彼と一緒に連れて行ってもいいという。パニックに駆られてサンサは拒否するがサンダーがどれほど火を怖がっていたのかを理解する。サンダーは リバーランドで放浪者となって、旗印なき兄弟団と自らを呼ぶ無法者の集団に捉えられるが、アリアス・タークも同じく捉えられている。兄弟団は、ラニスター家の残虐行為に対して、サンダーを裁判にかける。サンダーは血統裁判を選択して、炎の剣を振るうベリック・ドンダリオンを破るが、その後、兄弟団は、彼の金と持ち物を奪って釈放する。 サンダーは、ロブ・スタークから、身の白金をせしめるために、アリアを誘拐する。二人は、ロブのいる、双子城に着くが、フレー家が、スターク家を残殺し、二人は東に逃げる。街道沿いの旗子で、二人はグレガーの三人の、家来たちに遭遇して、戦いとなり、三人とも殺したものの、サンダーは重傷を負う。その傷は海、アリアは彼を森に置き去りにする。 近くの修道院の長老は、ハウンドが川の傍らで死んでいるのを見つけ、彼を埋葬し、石の塚の上に墓標として、兜を残してきたと話す。極悪な犯罪者がその兜を手に入れて、サンダーを装って、領辱と殺戮を行う。その後、兜は、旗印なき兄弟団の手に落ちる。サンダーは、HBO ドラマシリーズにおいて、ロリー・マッキャンが演じる。 セールダンカンザトールダンカンザトールを参照。ジオルモルマント、ジオモーモントは、熊親父として知られる、壁の、イヨルの森との総帥である。北部の、熊の島の領主であったが、息子のジョラーモーモントに地位を譲って、メイヨルの森とに加わった。強く、決断力にあふれ、尊敬されている。簡単な言葉を話すオガラスをペットとして飼っている。 ジョンを自分付きの雑誌とし、指導者として育てようとする。異業によって蘇らされた死体である、亡者に殺されそうになった時、ジョンが亡者を殺す。感謝の印として、モーモント家に伝わるケンロングクローを、塚頭を熊から、スターク家伝統の狼に変えて、ジョンに送る。亡者の復活、行方不明の少子、そして、野人の軍の噂を調べるため、 壁を越えて調査隊を率いる。その隊は、野人と、異形に襲われ、生き残りを率いて、野人の取り出に向かう。ここで隊員が反乱を起こして、モーモントを殺す。死の直前、ジョラーはサムに、自分の代わりに、ジョラーを許し、名夜のモリトに加わるよう伝言を依頼する。ジオモーモントは、HBO ドラマシリーズで、ジェームズ・コスモが演じる。 シェイシェイは狭い海の向こう側の出身の若い、従軍梅春婦である。シェイを愛したティリオン・ラニスターは父・タイウィン・ラニスターに、隠れて、彼女を、サンサ・スタークの次女とする。だが、ティリオンの裁判においてシェイは、ティリオンを裏切り虚偽の証言を行う。ローを脱出した、ティリオンは、タイウィンと共にいるシェイを見つけて殺す。HBO ドラマシリーズでは、シベル・ケキリーが演じる。 ジェーン・ウェスターリング・ラニスター家の旗手である、ウェスタリング家のガウエン・ウェスタリングとその妻レディ・サイベルの間に生まれた15歳の娘である。ジェーンは若干素朴なところがある、柔らかい物腰の娘であり、高いレベルの政治工作と遠く離れた地で建てられた計画の犠牲になる。ジェーンは、ロブ・スタークが彼女の父親の城を奪った時に、ロブに出会う。 城で休んでいる時に、ロブは、ウィンターフェルが奪われ、弟たちが処刑された知らせを聞く。その夜、ジェインは彼を慰めたため、唯一の名誉ある行動は、彼女と結婚することとなり、ロブはその通りに行動する。しかしこれにより、彼は、フレイケとの結婚の契約を破ってしまう。フレイケは、禁られたコンビという形で復讐し、ロブ王を殺す。後に、 すべては最初からタイウィン・ラニスターがレディ・サイベルと仕組んだものだったことが明らかになる。ジェインが受胎役だと思っていたものは実は否認役である。ウェスタリング家はトメン王によって赦免され立派な領地と名誉を与えられる。ジェイミラニスターはこの取引を尊重し2年待ってロブの子が生まれないことを確認した上でジェインの再婚を整えることにする。最後に ジェインの姿が見られたのは、ラニスター家の一体と一緒に馬に乗って去るところであり、タイはジェインが誘拐されそうになった場合は、殺せと命じられている。彼女は、公然と夫の死を悲しみ、母親とは、疎遠になっているように見える。HBO ドラマシリーズでは、ジェイン・ウェスタリングは登場せず、代わりにタリサマイギアが、ロブ・スタークの相手となる。 ジェーンプールをインターフェルのカレーベイヨンプールの娘で、サンサ・スタークの親友であり、サンサと共にキングズ・ランディングに行く。茶色の瞳と黒い髪をしており、非常に美しい娘だとされる。エダード・スタークの逮捕の後、スターク家の家臣たちは殺されるが、ジェーンは除名されて、サンサと同じ部屋に閉じ込められる。後に、サンサと引き離され、 ピーター・ベイリッシュの保護下に置かれて、売春宿で働かされる。ラニスター家はジェインを、サンサの妹のアリアの身代わりとし、ウィンターフェルで、ラムジー・スノーと結婚させるために送り出す。シオングレイ・ジョイは、偽装に気づくが、別人であることは、ボルトン家も承知している。婚儀の後、ラムジーはジェインを塔に閉じ込め、肉体的そして性的に虐待する。 アリアの腹違いの兄のジョン・スノーは、ジェインが、本物のアリアであると信じ、マンスレーダーと6人の、槍の妻を送り出して、救出を図る。シオンとジェインは、シロが、スタニス、バラシオンの攻撃に備える間に逃げ出し、スタニスの前に連行される。HBO ドラマシリーズでは、エキストラとしてのみ登場する。ジャケン・エイチガー・ジャクエン・フイ・コールガーは、自由都市ブレイボスの、 外見を変えることができる暗殺者の組合、顔のない男たちの一員の名である。ジャクエンは赤の王女を呪うから出され鎖につながれて壁に連れて行かれる途中でアリア・スタークに会う。ラニスター家の旗主が一行を攻撃した時、アリアは彼と捕虜仲間二人を火事から救う。ハレンの王旗において傭兵としてラニスター家に仕えている時、弱炎は 再び、彼女を見つける。彼女が盗んだ死の対価として、殺すべき三人を選ぶように言うが、他のやり方ではアリアを助けることを拒否する。アリアは二人の敵を指名して殺させたが、もっと重要な敵を殺さなかったことを後悔し、三人目として、弱縁自身を選ぶ。弱縁は、自分が、アリアの友だと言い、取り消させようとするが、アリアは同時ず。 弱縁は狩りを返すことだけに興味があるのであって、真の友ならば、ハレンの王きに囚われている、北部人を解放する手伝いをするはずだという。弱縁は、彼の名を取り消す条件でアリアを助けることを承知する。北部人を救出した後、弱縁は、アリアに、監守を殺さなければならなかったために約束以上の、数の命を奪ってしまい、狩りは返されたといい。 立ち去るべき時であるという。別れる前、若縁は、古い鉄のコインをアリアに与え、助けが欲しい時には自由都市ブレイボスから来た、誰にでもそのコインを渡し、バラーモルグリスといえば良いと教える。彼は魔法によってその外見を変えて、新しい顔になり、立ち去る。若縁は、HBO ドラマシリーズにおいて、トム・ブラシアが演じる。 ヤーノシュ・スリンとジャノス・スリンとは、王都の森との総帥として登場する。エダード・スタークが、ジョフリー・バラシオンを退位させようとしていたとき、ピーター・ベイリッシュは、ジャノスと共にエダードの味方をするという。だが実は二人ともラニスター家と通じており、エダードを裏切って逮捕し、スターク家の家人を虐殺する。ジャノスはこの項で、商標議会に席を得て、 低い身分の生まれにもかかわらず、貴族となり、優秀正しい、ハレンの大きな領主とされる。ジャノスの成り上がりは、タイウィン・ラニスターをはじめとする貴族を怒らせる。王の手となったティリオン・ラニスターは、サーセイ、ラニスターの命で、ジャノスが、コロバート王の死生児の娘を殺したことに怒り、ジャノスを壁に追放する。ジャノスは、スターク家を憎み、 壁で、アリザー・ソーンと共に、ジョン・スノーに敵対する。イグリットと関係を持ち、野人と行動を共にした罪で、ジョンを投獄した後、ジョンを送り出して、マンスレーダーを暗殺させようとするが、スタニス、バラシオンの軍の到着で失敗する。ジャノスは、メイヨルのモリトの総帥に立候補するが、サムウェル、ターリーの運動によってジョンが選出される。 選挙で、スタニスの指示を得ようとするが、王との森との総帥として、賄賂を受け取っていた剣を持ち出され、侮辱される。自分が王であったならば、ジャノスを処刑していたはずだとまで、スタニスは言う。ジャノスは、名夜の森との総帥となった、ジョンの頭痛の種となり続けるが、父親が裏切られたにもかかわらず、ジョンは、ジャノスを、取り出の司令官として活用しようとする。だが、 ジャノスは、ジョンの命令を拒否し、人前で、ジョンを侮辱する。ジョンはついに、ジャノスを、自らの手で斬首する。HBO ドラマシリーズでは、ドミニク・カーターが演じる。ジョジョン、リード・スターク家の旗手であり、灰色沼の物見城上主で、沼知人を率いるハウランド・リードの息子であり、ミーランの弟。ウィンターフェルに来た時には13歳だが、 真面目で、大人びた性格のせいでもっと年上に見える。非常に深い緑の目をしており、緑の服を着る。予知無を見る力である、緑視力を持っている。ジョジェンが登場した時、その予知の力は、ブラン・スタークを驚かせる。しかし、ジョジェンは、ブランが、動物の心に乗り移って操る力を持っている、ことに気づき、ブランにその力を強めるように導く。 ブランは抵抗するが、ジョジェンは進め続ける。三つ目のカラスの予知無のことをブランが話したとき、ジョジェンは、ブランに、壁の向こうへ旅し、夢についてもっと多くを探すように進める。ルース・ボルトンの死生児の息子ラムジーがウィンターフェルを、略奪したとき、ジョジェン、ミイラ、ブラン、ホーダー、リコン、そしてオシャは城の地下墳墓に隠れる。暴力が止んだとき、 グループは二つに分かれ、ジョジェン、ミイラ、ブランそしてホーダーは、北に向かう。三つ目のカラスとして知られている不思議な存在を、探すために、一行は、サムエル・ターリーと、冷たい手の助けで、壁の下の秘密の扉を通り抜ける。壁を越えて、北に向かう旅の途中、ジョジェンの体力は落ち、気分は落ち込み、灰色沼に帰りたいと望む。HBO ドラマシリーズでは、 トーマス・サングスターが演じる。ジョーラ・モルマント、モーモント家の紋章、サ・ジョラー・モーモントは、父であるジオー・モーモントが、メイヨルのモーリトに加わった後に後を継いだ、北部の、熊の島のかつての領主である。馬上試合で勝った後、高い身分の女性を二度目の妻に迎えることを許された。だが、ニーズマの贅沢な暮らしのために釈材を追い、 奴隷商人に密漁者を売り飛ばした罪で死刑を宣告された。名夜の森戸に加わることも死ぬことも嫌い、モーモントと妻はライスに逃げたが、妻は豊かな商人の愛人となって去った。傭兵となり、年齢を重ねていたにもかかわらず、優れた選手として、ドスラク人の間でも有名となった。ジョラーは、熊の島に戻りたいと願う。ヴィセ生リスに仕え、 彼とその妹デナーリス・ターガリエンの同行、を、ロバート・バラシオンのスパイの長であるバリスに、報告するようになる。王の許しを得て故郷に帰ることを望んでのことである。ビセイリスよりもデナーリスを選んで使えることになり、最も信頼される家来となる。デナーリスを愛するようになり、自らの報告が招いた、デナーリス暗殺の試みを妨げ、バリスへの報告もしないようになる。 デナーリスが未亡人となった後もそばに泊まり、女王の盾の第一の騎士となる。助言者として、デナーリスに仕え、聖徳の権利によって七王国の女王となれるよう、支える。愛を口にし、結婚を求め、デナーリスにはドラゴンを乗りこなす二人の夫が、必要であり、自分以上に、忠実な男は見つからないと主張する。当初、 デナーリスを裏切っていたことが、バリスタン・セルミーによって暴かれ、ミーリーンを奪うために、下水から侵入する危険な任務に送られる。使命を果たした後、許しを請う機会を与えられたが、何も悪いことはしていないと信じ、自分の行動を正当化する。デナーリスは、ジョラーの行動が、予言された三つの裏切りの一つであると信じ、ジョラーを追放する。 追放された後、ジョラーは、デナーリスの許しを得るために、ディリオン・ラニスターを捕らえるが、二人は、奴隷商人に捕らえられ、奴隷とされてしまう。反抗したため、ジョラーは激しく鞭打ち打たれ、危険な奴隷として、法に悪魔の烙印をされる。デナーリスが結婚することを聞いたとき、ジョラーは、抵抗をやめ、自分の中に引きこもって、命令を無視するだけとなる。 衝撃の座員として、ディリオンと共に変われるが、主人が薬病で死んだ際に逃亡する。二人は、デナーリスを裏切った、傭兵軍、自死に加わり、再び、デナーリスに仕えさせようとする。ジョラーモーモンとは、HBO ドラマシリーズにおいて、イアングレンが演じる、ジョン・アンバー・グレート・ジョンを参照、ジョン・コニングテン支店人物であるジョン・コニントン・コーア、 かつてのバラシオン家の旗主で、グリフィンのネグラジ城上手であり、レーガー・ターガリエンの親友であった。物語の15年前、エイリス・ターガリエン2世は、前任者が、ロバートの反乱を鎮圧できなかったため、ジョンを、王の手とした。だが、金の戦いでは、エダード・スタークとホスター・アタリーの援軍が到着する、前に、ストーニー・セプトで、 ロバート・バラシオンを捕らえることも殺すこともできず、王は、ジョンの領地と称号を剥奪し追放した。ジョンは狭い海の向こう側に渡り、傭兵軍団である黄金兵団に加わり、給与を盗んだ罪で、そこから追放され、一年後には、酔いつぶれて死んだとされていた。だが、実は、ジョンの不始末も死もバリスによる偽装であったことが、明らかになる。 レーガーの息子、エイゴンも同様に死んだと思われていたが、実は、キングズランディングから連れ出され、ジョンが、密かに養育してきた。ジョンは、グリフと名乗り、エイゴンはその息子、若きグリフであると偽る。いずれは、ウェスタロスを征服し、エイゴンの七王国の王とするつもりである。デナーリス・ターガリエンの軍勢に加わるため、ボランティスに旅をする。旅の途中、 ジョンは緩やかに体を固化させ、死に至らしめる、ロ鱗病に侵される。だがこれを隠し、死ぬ前に、エイゴンを大いにつけたいと願う。デナーリスがすぐには、ウェスタロスを征服する意図がないことがわかり、その元に散ずることを止めた、黄金兵団の忠誠を得る。ジョンと、エイゴンは、内戦の最中にあるウェスタロスを攻撃することにする。その軍は、 ストームランドに上陸し、グリフィンのネグラ城を含むいくつかの城を奪取する。エイゴンは次に、ストームズ・エンド城を攻撃しようと計画する。HBO ドラマシリーズには登場しない。シリオ・フォーエル・シリオは自由都市ブレイボスの、水のダンスと呼ばれる、優雅な剣技の師であり、かつてブレイボスの筆頭剣士であった。年寄りではあるが、未だに驚くほどのスピードと剣技を持っている。 エダード・スターク校が、アリアが隠し持っていた細身の証券、針を見つけた後、その細い歯は、ブレイボスの剣技にふさわしいと信じ、公はシリオを雇って、アリアに、剣の使い方を教えさせる。シリオは、戦士のように動き戦うように、アリアに猫を追って、街中を走らせるなど得意な教え方をする。近くを研ぎ澄ませ、優雅に動き、敵を恐れないよう教える。 サーセオーヒが赤の王女王のすべてのスターク家を捕らえるか殺すことを命じたとき、シリオはアリアの脱出を助け、5人の衛兵と王の盾の騎士に対し練習用の木剣だけで戦って時間を稼ぐ。衛兵は倒すが騎士に木剣を折られ、シリオは武器を失って絶体絶命となる。フォレルは HBO ドラマシリーズにおいてミルトス・イエロレムが演じる。 ギリージリは、野人のクラスターの娘で妻である。メイヨルのモーリトが、クラスターの砦に再集結した時、ジリは男の子を産む。クラスターは子を犠牲に捧げる前に殺され、混乱の中で、ジリは、サムウェル・ターリーと共に逃げ出す。ジョンによって、サムと共に子を連れて、オールドタウンに船で向かう。だが実は、王の血を引く子を犠牲に捧げようとする。 メリーサンドルを避けるため、子は、マンスレーダーの子とすり替えられている。HBO ドラマシリーズでは、ハンナ・マリーが演じる。ストロング・ベルワス・ストロング・ベルワスは、マジスター・イリリオに仕える、太った宦官である。彼は、極の恐るべき選手であり、ミーリーンの闘技場の戦闘奴隷として生きてきた。胸のごく一部しか隠さない川の道着を除けば、何も防具はつけない。 敵に一度切りつけさせてから殺すことを習慣にしているため、その体は多くの傷で飾られている。ベルーアスはイーリリオによってバリスタン・セルミーと共にデナーリス・ターガリエンを援助するために送り込まれる。はじめバリスタンはベルーアスの従者を装っていたが、その偽装には説得力が欠けている。ベルーアスはデナーリスの護衛の一人として使えたが、 デナーリスは彼を信頼せず、ミーリーンホ位までは彼に有用性を感じない。ミーリーンでは、使い捨てが効くという理由で、ベルーアスにミーリーンの英雄と1対1の決闘をさせる。ベルーアスは、徒歩で馬上のチャンピオンに立ち向かい、やすやすと敵を倒す。HBO ドラマシリーズには登場しない。ドボス・シーワース、ダボス・シーワースの紋章視点人物であるさぁ。 ダボスシーワンアッスは、玉ねぎの騎士と呼ばれるバラシオン家の旗主で、スタニスに仕える前は、七王国で、最も悪名高い密輸業者であった。ロバートの反乱の際、ダボスは、後に、あだ名の元になる玉ねぎを含む食料を、タイレル家の軍勢に包囲された、スタニスの城に運び入れた。その功で、スタニスによって、騎士とされ、怒りの岬の城を与えられた。 しかしながら、過去の犯罪に対する罰として、スタニスは、ダボスの左手の4本の指の先端を切り落とした。ダボスは、スタニスの忠実な支持者であり、最も信頼される助言者となる。指を失ったことで良き未来を得られたと信じ、ダボスは切り落とされた指を袋に入れ首から下げて、持ち運ぶ。ダボスは、スタニスのために、ゴーの戦いで戦い、4人の息子を失う。 残った息子の一人の出番は、重視として、スタニスに仕える。七神聖教の信者であるがゆえに、ルイコールロールの女祭司メリサンドルを信頼しようと、しない。メリサンドルのスタニスに及ぼす悪影響を見て取って、彼女を殺そうとする。しかしメリサンドルはこれを予知し、ダボスを投獄する。スタニスは後に、ダボスの罪を許し、王の手とする。ダボスは、 再び、メリーサンドルの悪影響と戦い、ロバート・バラシオンの死生児である、エドリック・ストームを、ドラゴンストーンから逃がし、メリーサンドルの儀式の犠牲にならないようにする。メリーサンドルの魔術を用いる代わりに、名ルのモーリトの援助に向かうことで指示を集めるように、スタニスに助言し、受け入れられる。スタニスは、マンダリー家と交渉させるために、ダボスを、ホワイトハーバーに送る。 サーセイはマンダリー公に対し捉えている。四次の身の代金代わりにダボスを処刑するように要求する。報告によれば、ダボスの頭と手がホワイトハーバーの壁を飾っている。だが、実はよく似た囚人をマンダリー家が代わりに処刑したものである。ダボスは快適な牢に密かに留め置かれ、マンダリー家の息子が返還された際に釈放される。 密輸業者としての経験を活用して死んでいたと思われているマンダリー家の主君家の男性の四つぎである離婚スタークを連れ戻せばホワイトハーバーはスタニスを支持することを誓い北部の多くの領主も続くだろうとワイマンは約束するだが離婚が危険な食人族の住むスカゴス島にいることを知って牢に戻ることを考えるダボスは HBO ドラマシリーズにおいて、リアム・カニンガムが演じる。リアムが左利きであるため、左手ではなく右手の指が短くされている。タレサ・マイギル、ジェインウェ・スタリングの代わりに、HBO ドラマシリーズで登場する、ボランティス出身の治療者であり、五王の戦いの戦場で死傷者を治療している時に、ロブ・スタークと知り合う。 ウォルダー・フレイの孫娘と結婚する約束があるにも、かかわらず、ロブは、タリーサと結婚し、フレーケを怒らせる。タリーサは見ごもるが、この名前をロブと話し合った直後に、禁られた婚儀で腹部を何度も突き刺され、ロブの腕の中で死ぬ。直後に、ロブも殺される。タリーサは、ウルナ・チャップリンが演じる。ダンカンザ・トールさあ、ダンカンザ・トールは、 伝説的な騎士であり、多くの歌と物語に取り上げられる。周辺シリーズ、ダンクとエッグの物語の主人公の一人である。キングズランディングの飲みの底出身のくたびれしの騎士であったが、エッグと呼ばれる少年と特別な友情で結ばれ、やがてエッグは、プリンスメーカーターガリエンの息子エゴンであることが、わかる。二人は、多くの冒険を共にするが、後に、エッグは、 英言ターガリエン五世として大いにつくことになる。サーダンカンは王の盾に任用され、ついには総帥となる。エッグの兄エーモンがメイスターとして、ブリンデン・リバーズが囚人として壁に送られる時には東の物見城まで付き添う。ターガリエン家の夏の城官であるサマーホールの火事において、エッグの側で死を迎える。 ブリエン・オブ・タース視点人物である、ブライ・エニーは、タース等の酔いの明星上の上手、セルウィン公の唯一の娘であり、おぎである。ブライ・エニーは熟練の戦士であり、妻よりは騎士になりたいと思う。その異常な、大きさと、強さと、女性的な特徴の欠如のために、怪物は使いをされることが多いが、その境遇と世間の意地悪な目にもかかわらず、彼女は正直で頑固で、 外して世間知らずである。ブライエニーは、模擬合戦の勝利によって、レンリー・バラシオンの虹の盾の地位を得て、レンリーに恋する。レンリーが暗殺された時に居合わせ、犯人として謝って告発される。キャトリン・スタークと共に逃走して、キャトリンに仕えるようになる。キャトリンは、サンサとアリアを、ジェーミラニスターと交換することを求めて、ブライエニーに、 ジェイミーを連行して、キングズランディングに向かわせる。だが、ブライエニーとジェイミーは、遊仏刀に囚われてしまう。囚われの間、二人は、抵抗を覚えながらも互いに敬意を抱くようになり、ついには、ジェイミーは命を危険にさらして、熊の穴で、ブライエニーが殺されそうになるところを救う。ブライエニーは極めて熟練した選手であり、ある試合では、ジェイミーと渡り合えたほどである。 ほとんどの男が彼女の強さを過小評価してしまうことも有利に働く。キャトリンの死後、ジェイミーは父から贈られたバリリア公の長剣、オースキーパーをブライエニーに与え、サンサスタークを探す旅に送り出す。この剣はエダード・スタークの体験アイスが溶かされ二振りの剣として鍛え直されたうちの一方である。ブライエニーは、 サンサを探して、リバーランドをさまよう。今は生きたムクロとかし、石の心を名乗るキャトリン・スタークに引きられる、旗印なき兄弟団に捕らえられる。キャトリンは、サンサを探しているというブライエニーの話を信じず、ジェイミーを殺せと命令し、さもなければ処刑すると迫る。ブライエニーは、選択を拒否し、10歳の従者、ポドリックと共に、公主刑を宣告される。 縄の結び目が閉まった時にブライエニーはある言葉を叫ぶ。その後に姿を現した時は傷つき、年を取ったように見える。サンダー・クレゲインからサンサを救い出す助力をジェイミーに来い、一人で来ないとサンダーがサンサを殺すという。だが実際はサンサはアリンの谷間に隠れておりサンダーは死んだと報告されている。ブライエニーは ダンカンザトールの子孫であることが示唆されている。ブライエニーは、HBO ドラマシリーズにおいて、ク・エンドリン・クリスティが演じる。ダーリオ・ナハリス・ダーリオ・ナハリスは、傭兵部隊である、カサネ・ガラスの司令官である。三冊に分けた顎ゲを青く染めた派手な外見の、大路主人である。デナーリス・ターガリー・エムの軍が、ユンカイを包囲したとき、カサネ・ガラスは、ユンカイを防衛しており、 他の二人の司令官と共に、デナーリスとの和平交渉に赴く。デナーリスが、軍団の寝返りを求めたとき、他の二人は拒否したが、ダーリオは、この二人を殺し、軍団の忠誠の対象を、デナーリスに移す。その後は軍団を率いて、デナーリスの軍に加わり、ミーリーンを征服する。その後は、デナーリスの愛人となる。 HBO ドラマシリーズ第3シーズンでは、実施軍団の司令官の一人となっている。第3シーズンでは、エドスクレインが演じ、第4シーズン以降では、ミキール・ハースマンが演じている。ティコネストリス、ティコネストリスは、ブレーボスの、鉄の銀行の施設である。鉄の玉座の負債の返済を、スタニス、バラシオンと交渉するために、壁に送られる。ジョン・スノーと交渉して、 船を貸し出し、食料を購入するための資金を貸し付ける。名ルの森トに案内されて、黒の城を去って、ウィンターフェルに進行中のスタニスに会いに行く。HBO ドラマシリーズでは、マーク・ゲーティスが演じる。トルムンド、巨人殺し、トアマンドは、野人の、戦頭であり、ほら話の好きな陽気な男である。ジョン・スノーが最初にマンスレーダーに会ったとき、 テントに居合わせる。その後ジョンとイグリットは、トアマンドの隊と行動を共にする。ジョンが、名ルのモーリトに復帰してから再び、マンスレーダーに会いに来た時に、ジョンを迎えて、マンスの元に連れて行く。スタニス、バラシオンの軍が、マンスの軍を打ち破った後は、ザン軍の指導者になる。ジョンがバルを送り出して呼びかけた講話に応じ、壁に、ザン軍を連れてやってくる。 交渉の結果、野人は貴重品と人質の子供たちを差し出し、その代わりに壁を通り抜ける。野人の戦士たちは壁沿いの無人の城に駐屯して、異形から壁を守り、それ以外の野人たちはギフト及びニューギフトに住むことになる。HBO ドラマシリーズでは、クリストファー・ヒビューが演じる。パイセル・パイセルは恒例の名スターであり、 過去数十年にわたって多くの王の商標議会に王の治療者かつ学者であるグランドメイスターとして仕えてきた。知性と高い教育はあるものの王の宮廷での彼の貢献度は老齢と共に減じつつありしばしば会議の途中に寝てしまう。ラニスター家のためしばしば王を裏切ってきた。ロバートの反乱においてタイウィン。 ラニスターの軍勢が援軍であるとエイリスにせいように信じ込ませて王都の縄文を開かせた。ジョン・アリンが、サーセイ、ラニスターのこの本当の父親を暴き出すのを恐れ、死ぬに任せた。このことを知ったティリオン・ラニスターに投獄される。パイセルの自信は揺らぎ、猛獄したものとみなされる。サーセイの決定にもことを唱えるようになり、サーセイは、 パイセルの鋼鉄を考え始める。サーセイが逮捕されると、王の商標議会を自由にし、ケバン・ラニスターに七王国の摂政職を提供する。ケバンが摂政となった後は二人で七王国の秩序を取り戻し始めるが、二人の指導力が、エーゴン・ターガリエンの王い奪回を危うくすることを、恐れたバリスに殺される。パイセルは、HBO ドラマシリーズにおいて、 ジュリアン・グローバーが演じるボーエン・マーシュ・バウエン・マーシュは、ヨルのモリトの雑主張であり、黒の城に勤務する。補給、資金、兵坦及び通信など、毎日の運営に責任を持つ。総帥としてのジョン・スノーの決断を疑い、メイ・ヨルのモリトの将来に不安を抱くようになり、仲間と共に、ジョンを刺す。HBO ドラマシリーズにおいて、 マイケル・コンドロンが演じる、ベレステン・セルミー、ゴータン、サー・バリスタン・セルミーは、ウエスタロスで、名高い英雄であり、王の盾の総帥であり、視点人物となる。60歳を超えているが、未だに素晴らしい戦士であり、ウエスタロスで、最も尊敬される、存命の騎士である。人生のほとんどを、王の盾の一員として過ごし、三人の王に仕えた。 有名な武君としては、旧シズ王の戦いで、ブラックファイアの戦勝者たちの最後のものを殺したこと、ダスケンベールの反乱で、捕虜となったエイリス・ターガリエン2世を救い出したこと、キングズウッドの無法者集団の頭を殺したこと、そして、ベーロングレイ・ジョイの反乱ではオールド・ウィクへの攻撃を、引いたことが挙げられる。セルミーは23歳で王の盾に入団し、 ジェフェアリーズ・ターガリエン二世、教王、エイリス・ターガリエン二世、そしてロバート・バラシオンに仕えた。ロバートの反乱の間は、ターガリエン家に忠実であったが、ロバートの斜面を得てからは、ロバートの島で、王の盾の総帥の地位を守る。だが、新王ジョフリー・バラシオンが、ジェーミラニスターを総帥とするために、セルミーを罷免する。代わりに差し出された領地を拒否し王の前で、 怒りの言葉を発する。ジョフェリーはこれに怒り、王都のモリトを差し向け逮捕しようとするが、セルミーは逃亡して王都に身を潜め、エダード・スタークの処刑を目撃する。セルミーは、自らの人生を振り返り、真の王を探して使える使命を自らに課す。探求の旅に出て、アースタン・ホワイト・ベアードの偽名を用いて、追放中のプリンセス・デナーリ・スターガリエンに使え、 デナーリスが健全な心の持ち主かどうかを確認する。自らの正体を明らかにし、同時に、ジョラー・モーモントがかつて、ロバート王のスパイであったことを暴露する。セルミーは、ミーリーンを侵略するために、下水を通って忍び込む危険な任務に送られる。任務は成功し、セルミーは、デナーリスの家族を裏切ったことの許しを請う。デナーリスは、セルミーを赦面し、 女王の盾の総帥とする。デナーリスが、ドラゴンと共に失踪し死んだと思われた時、その、夫ヒズダールゾロラクは、女王の盾を解散する。セルミーは、デナーリスが存命であると信じ、ヒズダールの,の権力を奪う。女王の手として、しぶしぶ、ミーリーンを治め、デナーリスが戻るまで、薬病と、制御不可能となった、デナーリスのドラゴンの怒りと、 戦争からミーリーンを救おうとする。セルミーは、HBO ドラマシリーズで、イアン・マッケル・ヒニーが演じる。ピーター・ベイリッシュピーター・ベイリッシュ公は、リトル・フィンガーと、あだなされ、シリーズ当初は7王国の大蔵大臣を務めている。財政と宮廷の陰謀に長けた野望に満ちた男で、ある。貴族ではあるものの、先祖伝来の領地は、アリンの谷間領にある。 フィンガーズ岬の極めて小さく貧しい土地に過ぎない。ピーターはリバーランで里子として養育され、ホスタータリーの娘、キャトリン・タリーを愛するようになり、ライサ・タリーに愛されるようになった。キャトリンをめぐって、その婚約者であったブランドン・スタークに決闘を、挑んだが破れ、キャトリンの命乞いで除名された。療養している間、ライサと性的関係を持ち、身ごもらせた。 ライサの父、ホスター・アタリーは、身分の低すぎるピーターを、家から追い出し、ライサを騙して脱退薬を飲ませた。この事件の後もライサはピーターを愛し、老いた夫のジョン・アリンに頼んでピーターを、王の税関の職に就かせた。優れた、財政手腕によって、彼は芝叩く間に、大蔵大臣の地位に上った。物語の直前に、ライサを解いて、夫を毒殺させ、それを、 ラニスター家の仕業にする手紙を書かせる。キャトリンの息子の暗殺の試みに使われた探検が、ティリオン・ラニスターのものだと嘘をつき、スターク家とラニスター家の関係を崩壊させる。エダード・スタークが、ジョン・アリンの死を調査することを助ける。サーセーラニスターの子供たちが、ロバート王の子ではないことを公表することを助けると、エダードに約束するが、エダードを裏切り、 逮捕させる。タイレル家とラニスター家の同盟を結び、タイレル家の軍と共に戻って、王都を救う。この項により、ピーターは王国で最も大きな城であるハレンの王妃と戦争に引き裂かれたリバーランドの名目上の地位を与えられ、これでベイリッシュは大貴族となる。この地位を手に入れたことで、ピーターは未亡人となったライサと結婚できるようになる。 この結婚によって、豪王の戦いで中立を保った、アリンの谷間も、ラニスター家の支配下に置かれることになる。ピーターはすぐに谷間に行かず、身を隠し、俺のレッドワインと共に、コンギの縁で、ジョフリーオを暗殺し、またしても、ティリオンに濡れ衣を着せる。ピーターは、この混乱に乗じて、サンサスタークを、キングズランディングから脱出させ、 死生児の娘として、アリンの谷間に連れて行き、ライサと結婚する。ピーターが、サンサにキスをしているところを、ライサが目撃刺激度しサンサを殺そうとするが、ピーターは、ライサを高須城の扉から突き落として殺す。ライサの息子であるロバート・アリンを保護する谷の守護者となる。谷の諸行はピーターを追放しようとするが、ピーターは、主テ手ダによって、 諸行を味方につける。病弱な、ロバートの四継ぎであるハロルド・ハーディングと、サンサを結婚させ、結婚式でその血筋を発表することで、サンサに北部を取り戻させようと計画する。ピーター・ベイリッシュは、HBO ドラマシリーズにおいては、英ギ議連が演じる、ミーリーンの後期かつ浮遊な一族。デナーリスが闘技場を廃止した後に下落した。 闘技場の株を買い占める。ハーピーの息子たちによる暗殺を止める約束を果たして、デナーリスと結婚した後には、闘技場を再開する。デナーリスを毒殺しようとし、デナーリスの不在の間は、ミーリーンの権力を握るが、バリスタン・セルミーによって引きずり下ろされる。HBO ドラマシリーズでは、ジョエル・フライが演じる。ブロン・ブロンは戦いに長けた傭兵である。 痩せて、狼のような外見を持ち、乾いた言モアと非道徳的ではあるが、実際的な哲学の持ち主である。キャトリン・スタークが、旗子で居合わせたすべての男に、息子の暗殺未遂の罪で、ティリオン・ラニスターの逮捕に協力することを求めたとき、その場に居合わせる。ティリオンを、アリンの谷間の高須城に護送する手伝いをするが、血統裁判では、報酬を期待して、 ティリオンの擁護者となる。戦いに勝った後は、用心棒として、ティリオンに仕えることになる。キングズランディングでは、ティリオンの右腕となり、しばしば友のように接する。王都を防衛した貢献により、騎士に除される。ブラックウォーターのサーブロンと称し、戦いでの役割を記念して、スモークグレーの地に、緑の燃え上がる鎖を紋章とする。 ジョフリー・イバラシオン殺害の容疑で、ティリオンが逮捕された後、サー・グレガー・クレゲインを相手にする決闘で、ティリオンの擁護者となるより、ティリオンを見捨てることを選ぶ。その代わり、金持ちのストーク・アースケに婿入りさせるというサーセイ、ラニスターの提案を受ける。スマロリスが暴行されて生まれた子を、ティリオンと名付けたとき、サーセイはブロンが未だにティリオンと繋がっていることを恐れて、 レディ・ストーク・ワースであるギリの姉・ファリースとその夫、バルマン・バーチに、ブロンを事故で死なせるよう命じる。だが、愚かにもバルマンはブロンに、正面から血統を挑んで殺され、ファリースは城から追い出され、陰謀の暴露を恐れるサーセイに殺される。ギリの兄の死によって、ブロンが、ストーク・ワースの守護代となる。ブロンは、HBO ドラマシリーズにおいて、ジェローム・フリンが演じる。 バランスワン・ベイロン・スワンは、スワン家の次男で騎士であり、キングズランディングの宮廷に仕える優れた戦士である。王の手主催の武術競技会に出場するが、グレガー・クレゲインに馬上試合で敗れ、弓の試合では2位となる。キングズランディングの暴動で、プレストン・グリーン・フィールドが死んだ後には、王の盾に加えられる。ブラック・ウォーターの戦いでは、 ティリオン・ラニスターと共に戦って、王の盾の騎士にふさわしいことを証明し、生き残る。ジェイミー・ラニスターは、サースワンが白いマントにふさわしい勇敢な騎士であると認め、王の盾ではおそらくただ一人名誉を備えた人物で、あるとみなす。サースワンは、ドーラン・マーテルを怪獣するため、グレガー・クレゲインの首をドーンに運び献上する。 だが動乱が砂蛇たちに語るところでは、サー・ス・ワンは、サーセーの陰謀の一翼を担っており、トリスタンを殺して、罪をティリオンになすりつける予定である。動乱のキングズ・ランディングにおける情報源によれば、トリスタンの旅の一行は、犯人前、と叫ぶ無法者たちに襲撃され、サー・ース・ワンは、ティリオンの姿を目撃することになっている。動乱によれば、 サースワンはこの陰謀に賛成ではないが、王の盾として、個人的感情に関わらず命令に服さなければ、ならない。時間を稼ぐため、ドーラ乱は、サースワンを説得して、プリンセスミアスラに傷を負わせた、暗黒星、ジェラルドデインを撃つように仕向ける。サースワンは、砂蛇のオバラサウンドに案内され、ジェラルドデインの逃げ込んだデイン家の城、孤コ高コのイトン城に向かう。 HBO ドラマシリーズには登場しない。ベリック・ダンダリアン・ベリック・ドンダリオンは、ブラック・ヘイブン以であり、武芸に優れたハンサムで有望な若い貴族として描かれている。王の手として、エダード・スタークは、グレガー・クレゲインを逮捕して、リバーランドに平和をもたらすために、ドンダリオンを送り出すが、ラニスター家に待ち伏せされ殺される。仲間のミアノ・ソロスは、 葬儀でベリックを偶然に魔法で蘇らせてしまう。その後、ドンダリオンとその部下たちは、旗印なき兄弟団という名の無法者の集団を結成し、リバーランドを荒らす侵略者たちを相手に、ゲリラ戦を始める。その成功によって、彼は、ドンダリオン家の紋章にちなんで、稲妻公と呼ばれるようになる。ドンダリオンは6度殺されその度に復活させられる。 復活の度に、彼は、体の一部と記憶を失い、その外見は死骸に近づいていく。彼とその家来は、キャトリン・スタークの死骸を見つける。ドンダリオンは、自ら彼女に、再生の儀式を施し、彼女を復活させるが、引き換えに、自らの命を永遠に失うことになる。HBO ドラマシリーズでは、リチャード・ドーマーが演じる。ベンプラム、ベンプラムは、 傭兵軍団、自死の司令官である。褐色の肌の初老の男であり、褐色のベンプラムと呼ばれる。ユンカイを防衛していた、自死が酔いつぶれている間に、デナーリスターガリエンが、ユンカイを征服したとき、司令官のメロは姿を消し、代わりにベンプラムが選挙によって、軍団の新しい司令官に選ばれる。その後は軍団を率いて、デナーリスの軍に加わり、 ミーリーンを征服する。デナーリスを裏切って、敵の側につき、ラニスター家の富と引き換えに、ディリオン・ラニスターを軍団に加える。ウェスタロスのブラム家の出身であり、祖先には、ターガリエン家の血が入っているという。HBO ドラマシリーズには登場しない。ホードール・ホーダーは、ウィンターフェルでバデーとして働く、単純な心を持つ大男であり、バーヤの彦である。 本当の名前はオルダーなのだが、ホーダー、としか口にしないため、この名前で呼ばれる。ホーダーがなんで、なぜ彼がそう言うのか誰も知らない。彼は親しみやすく子供っぽい性格であり、怪力の割には怖がりである。ブランスタークの体が不自由となった後、ホーダーはブランを柳在庫のバスケットに入れて背負って、運ぶようになる。 ホーダーは時折ブランの命令にうまく従えないこともある。大きな体、薄い体毛と未発達の知性を見て、おしゃは、ホーダーの先祖に巨人の血が混じっているのではないかと疑う。ブランがミイラリードとジョジェンリードの指定と占領されたウィンターフェルを抜け出した時、ホーダーも同行する。ブランは彼の心に乗り移ってコントロールすることができるが、ホーダーは、 この経験に怯える。HBO ドラマシリーズでは、クリスチャン・ナイアンが演じる。同ドラマシリーズでは、ウォルダー・フレートの混同を避けるために、本当の名前はウィリスに変えられた。パドリック・ペイン・ペイン家の紋章サー・イリーン・ペインの宴席であり、ティリオン・ラニスターの従者となる。ポドリックは、極めて内気で、どもりのある神経質な少年であるが、 有能で忠実な従者でもある。ブラックウォーターの戦いの間、ポドリックはティリオンの横で馬を借り、王の盾のマンドン・ムアによる暗殺の試みからティリオンの命を救う。ティリオンが父親のタイウィンを殺して失踪するまで、ポドリックはティリオンの従者として使える。以降はティリオンの妻であるサンサス・タークを探していることを知って、ブライエニーについて回る。 やがてポドリックは、ブライエニーの獣視となって、ティリオンと同じように使える。ブライエニーと共に、旗印なき兄弟団に捕らえられ、レディ・キャトリンが蘇った姿である、レディ・ストーン・ハートに、ティリオンの獣者であった罪で、公主刑を宣告される。HBO ドラマシリーズでは、ダニエル・ポートマンが演じる。マンス・レーダー・マンスは、誓いを破って脱走するまでは、名ルの森との一員であった。 それ以来、彼は、野人の間で影響力を次第に強め、壁の向こうの王と呼ばれるまでになった。マンスは、自らの命令の下で、野人を連合させ、壁を南側から攻撃する。数的不利にもかかわらず、ジョン・スノーは、マンスの先方隊を退ぞける。野人の本軍が、壁の北に迫った時、ジョンは、講和を装って、マンスを暗殺するために送られる。 マンスは壁を崩す魔法の冬の角笛を持っており壁を越えられなければ使うつもりだという。だが壁を異形と野人の間に置いておきたいためできれば壁を壊したくはないという。ウェスタロスの北辺の地に住む権利と角のを交換しようとジョイに申し出る。そこにスタニスの予想外の援軍が到着して野人も軍を壊滅させる。 スタニスはマンスを生きながら、日破りの刑にする。だが、後にジョンは、メリーサンドルがマンスを魔法で、別の、野人とすり替えていたことに気づく。名夜の森との総帥となった、ジョンの命令により、マンスは6人の、槍の妻を伴って、ウィンターフェルに行き、義遊詩人と、洗濯女を装って、アリアス・タークを救い出そうとするが、実は、ジェインプールであるとは知らない。 密かに、ルース・ボルトンの部下を何人も殺し、ウィンターフェルに緊張状態を作り出し、ジェインを連れ出すためシオングレイ・ジョイの助力を得る。だがマンスと、ヤリの妻たちは城内に残される。ラムジースノーがジョンに書いた手紙では、野人たちは捕らえられ、マンスは、雪の降る野外の牢に入れられ、ヤリの妻たちの皮膚を街当にして、寒さを忍んでいるとある。だが手紙には、 嘘が並べられ、マンスの実際の運命は確認されていない。HBO ドラマシリーズで、マンスは、キアラン・ハインズが演じる。トロス・オブ・マー・ソロスは、太陽カミルイコール・ロールの、クレナイの妻子であり、自由都市、ミアの出身である。炎に取り憑かれたエイリス・ターガリエン二世を、回収させるために、キングズ・ランディングに送り込まれた。回収はうまくいかず、ソロスは、 自らの宗教を疑い始めた。ロバートの反乱の後は、彼は、ロバート王の飲み友達となった。ソロスは、炎に包まれた剣を振るう、恐るべき戦士である。グレガー・クレゲインを捕らえようとするベリック・ドンダリオンの一行に加わる。ドンダリオンが殺された後、葬儀で、意図せずに、ドンダリオンを復活させてしまう。二人は、 リバーランドを略奪者からミニシュを守るために、旗印なき兄弟団と称する、無法者の集団を作る。無法者として、ソロスは、精神的な目覚めを体験し、炎の中に幻を見、地と祈りによって、剣を燃え立たせることなど、以前はできなかった技を行えるようになる。方法を理解できないながら、何度もドンダリオンを復活させる。 その動機や方法には賛成できないにもかかわらず、石の心に兄弟団を引きさせる。キャトリンが兄弟団にもたらした変化によって、ソロスの気分と自信はさらに落ち込んでいく。HBO ドラマシリーズでは、ポール系が演じる。メーラリード・スターク家の旗手であり、灰色沼の物見の城の上手である、ハウランド・リードの娘であり、ジョジェンノアね。 ミイラは背が低く痩せていて、長い茶色の髪と緑の目をしている。熟練したカリウドであり、特に小さな網と小さな三茶の皮釣りの槍を巧みに使いこなす。ミイラと弟は、ウィンターフェルの収穫祭で、ブラン・スタークに出会う。シオングレイ・ジョイによって、城が占領された後、ブランとジョジェンと共に逃げ、壁の北に逃げる。 ミイラは弱る弟を心配しながら一行を引き狩りで食料を手に入れる。ブランが彼女に惹かれていることが示唆されている。HBO ドラマシリーズではエリー・ケンドリックが演じる。ミス・サンデー、ミス・サンデーはアスタポアの奴隷商人クラズニスに通訳として使えるナース出身の奴隷である。デナーリスと汚れなき軍団を売る取引をするとき、クラズニスは 軍団に命令するための通訳として、ミスサンデーを与える。その後は、デナーリスに使える。HBO ドラマシリーズでは、ナタリー・エマニュエルが演じる。メラサンドラ視点人物である、アッシャイのレディ・メディサンドルは、スタニス、バラシオンに使えるルイコールロールの女祭司である。常に赤い衣装をまとい、ハート型の顔と赤い目をした、美しい女性であり、暮の女とも呼ばれる。 魔法の技と予言手を行い、食べる必要も眠る必要もない。人当たりがよく控えめで普段は親しみやすい人柄を見せるが、彼女のそばにいるだけで怯えるものが多い。ウェスタロスの他の宗教を敵視し、他の神は悪魔であり、滅ぼす必要があると信じている。メリサンドールは、スタニスの妻セリースを、ルイコールロールの信者とし、スタニスが、ルイコールロールと、 異形の戦いを終結させる、救世主のごとき、アゾルアハイであるとスタニスに信じ込ませる。そして、ルイコールロールの宿敵である、偉大なる他者と戦うために必要な力を得られるよう、スタニスの助言者となる。魔法を使って、影のごとき存在に、スタニスのライバルである弟、レンリー・バラシオンを殺させる。メリサンドルは他にもスタニスの敵を殺したと主張するが、 物語では彼女がどのように敵を死に至らしめたのか説明されていない。異質な宗教、攻撃的な助言、そして不思議な力ゆえに、スタニスの支持者の中には彼女を好まず、スタニスを堕落させていると信じ、七神聖教の信仰にしがみつく者もいる。魔力によってメリーサンドルは不満を抱えたスタニスの支持者による暗殺の試みを逃れる。 ダボスシーワースもメリーサンドルを殺そうとするが、メリーサンドルは、スタニスに、忠実なダボスを信頼する。スタニスと共に、壁に行くが、重大な使命があるとして、ウィンターフェル侵攻には加わらず、壁に止まる。メリーサンドルは、HBO ドラマシリーズにおいて、カリス・ファン・ハウテンが演じる。ヨレン・ヨーレンは、メイヨルのモリとの、制約の兄弟である。 さまよいガラスと呼ばれる、新兵募集係であり、制約の兄弟とするために、七王国中を旅して、新兵と囚人を壁に連れ帰る。ティリオン・ラニスターが壁から、キングズ・ランディングに旅するときに同行し、キャトリーン・タリーが、ティリオンを逮捕する場面に居合わせる。ヨーレンは、キングズ・ランディングに急行し、エダード・スタークに知らせる。エダード・スタークが処刑されたときには、 群衆の中にいて、アリア・スタークの目から処刑の場面を隠す。アリアの髪を切って、新兵の男の子であるように見せかけて、オートを抜け出し、壁に行く、途中のウィンターフェルで別れようとする。だが、エーモリー・ローチに率いられたラニスター家の兵士が彼の一行を襲った時に殺される。ヨーレンは、HBO ドラマシリーズにおいて、フランシス・マギーが演じる。 ラムジー・スノー・ラムジーは、ルース・ボルトン公の認知された、死生児であり、ボルトンの死生児、あるいはドレッドフォートの死生児と呼ばれる。ラムジーは、死し質しきが良く、ふっくらとした唇と長い髪と、父と同じく奇妙に、青白い目を持つ。ルースが冷酷で、計算高い一方で、ラムジーは悪意に満ちて、予測不能であり、拷問を楽しむ。敵の皮を剥ぐという、 ボルトン家のイニシエの監修を熱心に実践する。父が戦争に出かけていた間、ラムジーはドレッドフォートで軍勢を集める。隣の領地のホーンウッド家がその領主も四ツも失ったと聞きつけたとき、彼は未亡人となったレディ・ドネルラ・ホーンウッドを誘拐し、無理やり結婚する。とこ入りを済ませた後、無理やり彼をヨに指名させ、党の独房に閉じ込めて、 食べ物を与えず飢え死にさせる。この罪を裁かれそうになった時、家来のリークを装ったまま捕らえられて、ウィンターフェルに連れてこられる。シオングレイジョイがウィンターフェルを奪った後、リークとしてシオンに服従を誓い解放される。スターク家の軍がウィンターフェルに押し寄せた時、ドレッドフォートから数百人のボルトン家の兵士と共に戻り、 味方だと思い出を許した、スターク軍を城の外で襲う。城の門が開かれると、今度は城を守っていた、鉄諸島の軍に歯を向け、正体を明らかにし、シオンを捕虜にして、ウィンターフェルを焼き尽くす。シオンをドレッドフォートの囚人とし、川を少しずつ剥ぐ禁られた混技の後、止めのは、ルースコの求めに応じて、ラムジーを着出した認め、 ラムジー・ボルトンとする。この後、ラムジーを、死生児あるいは、スノーと呼ぶ者に対しては、暴力で思い知らせることになる。男の世継ぎを失った、ウィンターフェルの領主となるため、アリア・スタークを装っている娘ジェインプールと、婚約する。結婚した後は、ジェインを性的に、そして肉体的に虐待する。ジェインとシオンが、 マンスレーダーの助けで脱出した後、ジョン・スノーに手紙を送り、マンスを捕らえ、ウィンターフェルを攻撃した、スタニス、バラシオンを殺したと書いてよこす。手紙でシオンとジェインを返すように要求し、スタニスの家族らを捕虜として要求する。拒否した場合、ジョンを殺し、名ルのモリトを叩き潰すと脅す。ラムジー・スノーは、HBO ドラマシリーズで、イワン・リオンが演じる。 ランダル・ターリー、ランディル・ターリーは、タイレル家の旗主で、ホーンヒルの領主。ウェスタロースでも、有数の軍事指導者であると目される。サムエル、ターリーの父であるが、臆病なサムを拝着し、殺すと脅して、壁に追放する。マージェリーが逮捕された時、キングズ・ランディングに軍を率いて向かい、ケバン・ラニスターによって、法務大臣とされる。HBO ドラマシリーズでは、 ジェームズ・フォークナーが演じる。リキャルド・カー・スターク。リカード・カー・スタークは、スターク家の有力絹シで親戚である、カー・スターク家の長である。ゴーの戦いでは、ロブ王の元に参じるが、二人の息子を失い、末息子ハリオンは、ラニスター家の捕虜となる。キャトリンがジェイミーを解放したことに怒って、ラニスター家の捕虜の少年たちを殺し、ロブに処刑される。その後は、 おじで上代のアーノルフ・カースタークが家のっ取りを図り、息子クレガンをリカードの娘アリスと結婚させようとする。HBO ドラマシリーズでは、スティーブン・ブラウンと及びジョン・スタールが演じる。ローセ、ボルトン・ドレッド・フォート公であり、エダード・スターク公の旗手である。普通の体型と外見であるが、奇妙に青白い目が特徴的である。健康に良いと信じて、 定期的に昼に血を吸わせており、昼の殿様とも呼ばれることがある。穏やかで上品な物腰しながら、冷酷にして、極めて残虐な行為を行うこともできる。静かに話すため、相手は耳を澄ませて聞かなければならない。ロブスタークが旗主を呼び集めた時、主君の呼びかけに応じる。知性と冷静さを備え、タイウィン・ラニスター公との戦いに送られた。 北部軍の不評体の指揮を与えられる。遊武島を説得して、以前の同盟軍に歯向かわせ、ラニスター家から、ハレンの王旗を奪う。次にルースは北部を、グレー・ジョイ家から取り戻す作戦に参加するため、呼び出される。しかしルースは密かにロブを裏切り、フレイ家と組んで、禁られたコンギの大虐殺を行い、自ら、ロブ王を殺す。この奉仕により、北部総督とされ、 その死生児の息子ラムジーは着出死とされる。三番目の妻と結婚し、妻は妊娠するが、生まれる子はおそらくはラムジーに殺されるだろうという。それでも幼子がドレッドフォートを統治するよりはマシであろうという。長男を気に入っていたが、ラムジーに殺されたと信じている。HBO ドラマシリーズでは、マイケル・マケルハットンが演じる。 ワイマン・マンダリー・ホワイト・ハーバーの両主であり、エダード・スターク公の旗主である。あまりに肥満しているため、馬に乗ることさえできない。禁られたコンギにおいて、長男を、囚われのみとされ、次男を殺されている。ダボス・シーワースが、スタニス・バラシオンとの同盟を求めて、ホワイト・ハーバーに来た時には、客人としてミハルフレーケの面前で拒絶し、ダボスを捕らえて処刑したと見せかける。 だが実は、ダボスを丁重に隔まい、主君であるスターク家の男性の世継ぎである、離婚スタークを連れ戻すようダボスに依頼する。長男が戻った後は、フレー家の客人を殺す。ラムジースノーとアリアス・スタークの婚儀のため、ボルトン家の所有することになったウィンターフェールにやってくる。HBO ドラマシリーズでは、ショーン・ブロワーズが演じる。ありがとうございます。